新婚だけど、新婚だけど他の食べ物で表現してもらってもいい？柔らかい唐揚げぐらいかな。わかります？ごきげんよう。澄み当たる空気が心地よく感じられる今日この頃、ペパちゃんの時間です。12月ももう間近、お正月に向けた準備をそろそろ始めたい時期ですね。ここで小話を一つ。崖っぷちデパートの社員の年末年始のお休みは2日からは1年で一番忙しい初売りが始まるし、大晦日は準備で残業だし、もう1日はここぞとばかりにどんちゃん騒ぎをするのが崖っぷちデパート社員の恒例行事となっております。さて、このチャンネルでは崖っぷちデパートの社員がプロ目線で本気でおすすめするいいものをご紹介します。今回の一流商品は、お正月に向けた準備はお早めに、おせち特集です。今回のゲストは新婚のマリーとツッチー。新婚ならではのお悩みがあるそうですよ。ツッチー、マリー。新婚2ヶ月目、マリーです。新婚4ヶ月目、ツッチーです。私たち正月のおせち料理は作ってほしいです。おせち料理作ってほしいです。新婚だから。新婚、特に新婚だけど、新婚だけどすごい品数多いじゃないですか、おせちって。だから頑張ってほしいです。わかんない、作り方が。頑張ってほしいです。上手に作れる自信がないから。大丈夫です、下手でも大丈夫です。食べます。土屋さんに作るわけじゃないし。そうですよね。そんなにおせち作ってまで食べたくないかな。いやいやいや、美味しいですよ、おせち。旦さんも求めてると思います。あ、最初ですもんね。そうです、そうです。やっぱり男の夢です。本当ですか？作ってほしいです。ちょっと待った、作ってほしい。あなたは山口県出身、関西の大学を出て名古屋に来たという。ダメじゃないですか、あちこちフラフラしてる富岡さんじゃないですか。あちこちフラフラしてる。あちこちフラフラしないです。食品歴12年で、おせち担当歴4年、カッコつけたばっかりでモテたいっていつも言ってる富岡さんじゃないですか。なんかもういきなり印象が悪い感じがするけど、いいんでしょうか、僕これで。気を取り直しまして、今回のテーマはおせちなんですけれども、やっぱり作ってほしいなっていう気持ち、もちろんよくわかるんですけども、ペパちゃんではですね、すごくいいおせちたくさん用意してきました。今日コロナ禍だからこそ、家でいいものを食べようっていう時にぴったりのものがたくさんありますので、はい、美味しいもの食べたいです。そうですね、美味しいもの食べさせてください、はい、お見せしたいと思います。持ってきました。あ、じゃん、金シャチおせちです。本物のちゃんかい、フリップかい。試食、試食。じらさないでください。ちょっとまず中身を見てほしくて、じゃん、またフリップっていう。東海地方らしさを表現したくて、すごいらしいものをたくさん用意しました。例えばうなぎ、三河ポーク、名古屋コーチン、松坂牛のしぐれ煮とか、ブリとか、ブリ、そういう、まあ、いかにもなものをドーンと詰め込んだ、ぜひこの地元の良さを再発見してほしい、そんなおせちです。食べたい、食べたいです。ぜひ、はい、食べてほしい。フリップだけじゃないですよ。じゃん、おー、3種類特徴的なものを持ってきました。何ですか？うなぎと三河ポークと名古屋コーチンです。わー、すごい。うなぎから食べてみてください。はい、いただきます。いただきます。美味しいです。山椒の身がピリッとしてて、そうですね、うなぎ4代目の菊川さんというところから特別に仕入れたもので、うなぎの身も柔らかいと思うし、骨を感じないです、うん、骨もの処理の作業とかもすごくされてると思うので、開けてそのまま食べてもらえるのが一番の売りですね。よくやった、富岡。頑張った、富岡。タメ口。よかったよ。よかった、よかった。あ、本当、うん、また頑張って。じゃあ、三河ポークの八丁味噌角煮食べてみてください。ラーメンとかどうですか？ちょっと待って。柔らかいです。冷たいけど。
冷たいけど柔らかい、うん、おせちはそのまま食べるもんなんですけど、うん、そのまま食べれそう、そのまま食べれますね、全然美味しい、うん、味付けが一応八丁味噌使ってるんですけど、うん、その辺は感じてもらえます、八丁味噌の甘さっていうんですかね、ミ、うんうん、カポークと結構合ってる、合ってますね、うんうん、あやたよくやった、とみよかよくやった、とみよかそれ絶対言わなあかんの、いいよかった頑張って続いてはこちらのおせちになります、じゃん、またフリップかい、急に優しい桜パンダおせちという面白いおせちになってます。まずお重のデザイン、かわいい、かわいいですね、某百貨店の、はい、見たことあります、見たことありますか、はい、はい、何が地球に優しいかというと、まずお重が杉の間伐材を使っていて、その杉の再利用をまずしているということと、中の間仕切りですね、これ結構普通はプラスチックが多いんですけど、紙を使ってるんですよね、ここは愛知県なので、できるだけ愛知県産の食材をたくさん入れようと思って、結構仕入れとったりとかすると輸送するので、その分 CO2 が出ちゃったりとか、できるだけ少なくしたいなっていう3つの観点から、地球に優しい桜パンダおせち。だからこう地球をね、抱えてるようなデザインになってます。かわいい。かわいいです。木の苗木台として、トヨタの森林組合さんっていうところにさせていただくので、お客様にも、あの募金活動に参加していただける、そんな素敵な企画になってます。キッシュが入ってるってなんか変わってますよね、すごい、いろんなにお肉が入ってますね、牛も豚も鶏も海鮮も、かわいいし、豪華、なんかもう早く食べたいみたいな感じ試食したいですね、試食しますか、じゃあ食べたいです、こちらになります、わー、キッシュ、タコの柔らかに、だし巻き卵、ローストビーフ、地元の味を味わってもらいたいなと思ってます。じゃあまずキッシュからいただきます。いただきます。美味しいです。全然キッシュ食べたことないけど美味しいです。キッシュ普段あまり食べないですよね、はい。食べないけど美味しいです。なんかプリンみたい。プリン。ふわふわ。うん。喜んで食べそうな感じ。楽しんでもらえるかな。次、タコの柔らか煮です。どれだけ柔らかいか。本当に柔らかい。本当です。タコじゃないみたいです。うん。これ噛んでない。どれぐらいの柔らかさなんか他の食べ物で表現してもらってもいい。土。難しいですね、柔らかい唐揚げぐらいかな、わかります、なんかわかるけど、イメージしている唐揚げがちょっと違うかもしれない、そっか次にだし巻き卵食べてみてください、はい、いただきます、いただきます、甘いやつですね、僕甘いやつ好きです、うんうん、卵焼き、ちょうどいい甘さです、ちょうどいい甘さ、優しい甘さです ね、 そうですね、普段作ることあります、綺麗に巻かなきゃいけないのは苦手で、綺麗ですよね、これ一個一個本当作ってるから、一個一個作ってますね、うん、年末はだし巻きだけを買いに来られる人とかもいたりするので、ああそうなんですか、これ美味しいですか、パン食べるすごい大好きに卵が美味しいですね、さっきから聞くと割とあんまり作ってないような感じだけど、逆に何を作ったことがあるの、旦那さんに、時短の圧力鍋がありまして、おもう材料放り込んでめちゃめちゃ活躍しそう、これからの季節鍋いいよね、あ鍋好きですよね、鍋大好き、はい、なんで知ってんの、いや知ってます、なんで知ってんの、仲いいからお鍋はポン酢派、ポン酢美味しいですよね、うん、さっぱりして、鍋つゆ何にするかとかね、いろいろ考えるの楽しいよね、うん、そうですね、鍋はもういいかな、進行が出てるようです、ごめんなさい、あ、ダメですよ、撮影中にすいません、電気聞きとかない撮影中、すいませんでした、本番ですよ、ごめんなさい、じゃあ最後、ローストビーフ食べてみてください、はい、いただきます、いただきます、これも柔らかい、うん、簡単に噛み切れますね、うん、柔らかいしか言ってないいやとピロリになるからもう、ごめんなさい、あれダメですよ、ピロリになってパーって、そうそうそう、あれダメですよ、言いづらかった、すいませんすいません、本番中ですからね、あー笑える、どうですか食べてみて味わいは、すごいジューシーで全然パサパサしてなくって、うん、食べやすいです、美味しいです、よくやったトミオカ、よくやったトミオカ言われると思ったちょっと求めてましたよねちょっと求めてたあってことか、すみません、はい、どうでしたか今日食べてみて、美味しかったです ね、 ですね、本当美味しかったです、うんうん、新年からこういうちょっと豪華なものを食べて、そうですね、はい、初めての新年をこれで迎えたいと思います、作らなくていいと思いますんで、こういうのを食べて作れるように、よくやったマリーって言われるように、そうですね、勉強したいと思います、僕も自分で作れるぐらい頑張りたいと思います、お頑張れマリー、頑張れツッチ、頑張りましょう、頑張りましょう
頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。すでに各デパートではおせち商戦が加熱しています。お求めの際はぜひとも我々崖っぷちデパートをご利用ください。本当に本当にお願いします。この商品を買いたいなんて思った方は大丸松坂屋オンラインショッピングでチャンネル登録、いいねで高評価よろしくお願いします。それではまた来週。ごきげんよう。